お願いします。カレンです。お願いします。チャンピオンになっておめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。で、どのようにお祝いしましたか？お祝いあ、そうですね、ご飯、まあ、いただいたものとかの甘いものを食べたりとか、いろいろご飯食べました。はい。何が一番美味しかった？何が一番、そうですね、何でしょう、甘いもの、まあ、フルーツケーキもらっフルーツタルトをもらったんで、フルーツのケーキが美味しかったです。よかったです。そして、この試合は多分彼の、カリアの中に一番大きい試合じゃないです、はい、でしょうか？そうですね、今までの経験してきた試合の中で一番、何でしょう、一番大きな試合だったなと思います。試合の前に緊張しましたか？いや、今回は全然緊張しませんでした。試合に入ってるとき、もう今、試合の話始まりましょう。はい、試合に、カレン選手の戦略は何でしたか？ゲームプラン。あ、ゲームプラン。うん、ストラテジー。そう。そうですね。まあ、打撃で、まあ、離して、まあ、くっついてくるっていうか、相手も相撲虫の感じのし、なので、まあ、そこを離して、もう肘っていう戦略でした。そうそう、私は試合見てるとき、ちょっと膝を狙ったように見えたと思いましたか？見えたと思いました。まあ、本当は肘とかも結構入れたかったんですけど、足が空いてたんで、相手の膝狙って打撃を入れていきました。そっか。と、多分カレンさんしてたけど、藤野さん、この試合の前に何回もこの肩の問題があったから、この肩の問題があったので、肘を使っていいかなと思いましたか？肘、まあ、もっと肘使って、もっとカット。させたいなと思ってたんですけど、ちょっとそこまではいけなかったんですけど。あ、そう。試合の前にこの計画がありましたか？肘を使うの。そうですね、肘使ってもっとこう血だらけにさせたかったんですけど。はい、血は怖くないですか？いや、怖くないですね。なんか逆に血を見て、およっしゃーみたいな感じですね。そうですか。もう2回目肩で勝ったことあるね。そうですね、今回で2回目ですね。この肘のことを練習したことある？はい。ああ、ない。で、どっか他で試合、あの練習とかはないので。そうですか。はい。と、試合たまった前に、ちょっとチョーク始まったみたい。リオネックチョーク、こんな感じ。はい。と、多分カレン選手の手はもう顎の下に入れ、藤野さんの顎の下に入ったでしょ。はい、近いですか？もう少し一本で勝てると思いますか？そうですね、試合の時、チーカットで止められたのか、首絞めて止められたのかが分かんなかったので。結構自分の中では結構締めてたので、はい。すごいですね。藤野さん、藤野さんのテイクダウン、カウンターして、はい、すぐバックに行ったでしょう。そうですね。肘を入れて、ああ、そうですか。グラウンド状態で肘入れたときに相手が、後ろ向いたんで、すかさず後ろ取りました。バック取りました。練習しました。そうですね、練習しました、ね。
すぐバック取る。見てた時とても早いと思いましたが、と思いました私。はい。そして今チャンピオンになったら、今からどうしますか？そうですね。やっぱりチャンピオンベル、チャンピオンになって、これからクラスのチャンピオンとして世界に出て、どんどんさらに上に行っていきたいなと思います。パンクレーズのストラー級のチャンピオンは、はい、多分みんなよく UFC 行ったことある。そうですね。最初のチャンピオン、シュリコンドは次の試合に、はい、UFC と、ヴィヴィアン選手、次の試合 UFC。はい。もう UFC に行きたいですか？そうですね、行きたいですね。と、Rising はどうですか？ Rising も行きたいですし、UFC にも行きたいし、どんどん世界に行きたいなと思います。榊原さんは今年 Rising は49キロの女性のトーナメントをしたいと言ったと思う。はい。カレン選手は49キロできますか？まあ、頑張ってって感じですかね。普通に歩いてる何キロぐらい？普通が55とか。あ、そんなに悪くないね。まあ、そうですね。あ、そうですか。でももしこの49キロのタネメツのオファー聞いたら入りたいと思いますか？そうですね。今思い出した、カレン選手の、同じチームプラヴジュラーのノリ選手も藤野さんと前に試合やったじゃない？はい、やりました。結構前に。ノリ選手からアドバイスもらいましたか？そうですね。やっぱ打たれても前に来るよっていう、もうどんだけ腫れても前に来るよっていうアドバイスとか、まあ細かくアドバイスしてもらいました。藤野さんずっと前に来たけど、カレン選手テイクダウンできなかった。そして、はい、多分藤野さんちょっと疲れてなったみたい。そうですね。その気分がありましたか？そうですね。やっぱまあ足組んだ時に足を、藤野選手の足を攻撃してたんで、やっぱり足にダメージが多分蓄積されて、多分あんまり前に来れなかったのかなっていうのと、まあ、多分倒せなくて、多分結構疲れたんじゃないかなと思います。そうですね。ラウンド4の始まるに藤野さんちょっと疲れたそうだったけど、カレン選手はまだ元気そうだった。はい、そうですね。まだ。はい、はい、ちょっとトレーニングの話は多分外国のファンはみんなティム・プラヴジュラに興味があります。ちょっと、はい、秘密が多いそうみんなティム・プラヴジュラのこと全然わからないみんな。そして練習のことちょっと説明していいですか？そうですね、まあ基本もチームの、まあ、選手のダラニとノリと、うんでも練習してて、それぐらい、兄弟でやってるんですよ。うん、そうですか。ダーニとノリと兄弟でもうやってて、あと練習内容はまあ秘密です。そしてでも練習のパートナーは5人ぐらいがいるの。あ、3人です、3人。あ、そっか、チームデートの花とかいない？あは、いないです。もうダラニさんとノリさんだけ？そうです、ダラニとノリとカレンの、もうチームプラバージュラの3人でやってます。毎日一緒に練習してますか？はい、もう、まあ、毎日、兄弟なんで、毎日一緒にいるんで、まあ練習、はい、練習もずっと一緒です。練習はどんな感じで練習してる？もう打撃と寝技の練習と、はい、してます。家の近くにジムとかありますか？まあ、場所を借りて練習させていただいて。コーチとかいますか？は、もう代表の
ダラニがコーチでか、これ教えてもらってます。もう月曜日にダラニ選手の試合もすごかったですね。あ、そうですね。もうバッ。そう。もうこの相手の方に壊れちゃったじゃない？そう、折れちゃったみたいですね。顎が。そう強い。そうですか。そして今パンクレースのチャンピオンになって、最近試合したから次の試合はいつしたいと思いますか？そうですね。まあ相手が見つかれば、まあ、すぐにでも試合したいですけど。怪我ないとか？はい、怪我は全然ないので。よかったです。はい。どんな相手がいい？外国人とか日本人とか。まあまあ誰でもかかってこいって感じですね。日本の中に今52キロがとても少ないと思いますね。はい、少ないですね。でももし49キロになったらライズに入ったら試合としたい選手がいますか？戦う人？そうですね。今伊沢選手。そうですか。と入りたいですね。どうして？まあ、そうですね。まあやっぱり新生として、まあ、今の若い世代でやっぱりベテランにこの前も勝って浜崎選手に勝っていて、やっぱり何でしょう、同じ新生じゃないんですけど。今までのベテランの人を倒した若者っていうので、もうそういうところでも注目してます。ですか。最近卒業したじゃない？あ、卒業しました。おめでとうございます。ありがとうございます。同じ1週間に高校生のことを卒業してチャンピオンになってどうですか？はい、いやもう怒涛ですね。もう卒業してチャンピオンになっていて、もう忙しいって感じですけど、まあすごい嬉しいことなので。よかったです、よかったです。今から 100% 格闘技やってますか？もうここがないから。あ、そうですね。もう格闘技の道だけです。あ、そっか。カレン選手の趣味はベーキングじゃない？はい。料理をするの趣味があるじゃない？はい、あります。最近何が作った？何が最近は作ってないですけど、まあでも、フィナンシェとか、モンブラン。美味しい？美味しいです。ドラニ選手とノリ選手も食べてますか？あ、食べてます。いつも作ったらあげてます。優しいね。優しいですね。彼の作れるものなら何が一番美味しい？そうですね。でもやっぱりフィナンシェが一番今のところ美味しい。フィナンシェっていうお菓子。ノリ選手とかドライン選手の一番好きなものは何？彼の作ってるものなら。何でしょうね。結構作ってるんで、まあ、全部美味しいって言ってくれるんで。あ、でも抹茶が好きなので、抹茶。結構、まあ、多分抹茶のお菓子ですかね。今チャンピオンになったからちゃんと作ってください。時間があるから。はい、作ります、はい。ファンたちとかメッセージがありますか？はい。まあ、新しい、まあ、ファンクラス史上最年少チャンピオンになった、カレンを、まあ、どんどんもっと強くなって、さらに世界に行って、もっと強いことを証明していくので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。